電撃文庫ファイティングクライマックスイグニス。私は円発灼眼の打ち手シャナ。わらわに任せておけばもう安心だぞ。お前は一体この世界の夢を救ってください。残された希望は夢は消えた。アラストール、これは？アラストール、コキュートスに気配がない。私だけ特殊な自在法に囚われた。さっきのやつじゃない。明らかな敵意、殺しの気配を感じる。消えろ。そうなら、まずはこの場を切り開く。ふん、やるの？楽しませてくれるんでしょうね。降りかかる火の粉は払い、それだけのことよ。殺さない程度には手加減したけど、あの敵意の強さじゃ長所は無理かな。それに戦いの中で変化まで、やっぱり友柄。いいえ、違います。それは取り込んだ世界の情報を模倣した絶夢の一部です。お前はさっきの友柄じゃなく絶夢？この世界を、夢を救ってください。お願いします。電神さんたち、まだ他の世界にリンクする力を残してたのね。希望の担い手のあなたが最後なら、少しは楽しませてくれるわよね。また変化した。こいつが絶夢。この気配は。さーて、敵の攻略に入りますか。言えないのであるよ。ラウンド2ファイト。今ここからよ。シンクス燃えない。怪我しても知らないわよ。クラッタキク行くわよ。クラッタキク落ち下がる。解き放つ。落ちた。本気で行くわ。まだまだ
残しているの。グレンの炎で全てを焼き尽くす。私の前ではその炎さえも凍る。やはりただのボングか。神仏か魔人の類でも呼び出すかと思えば、随分と拍子抜けだ。ふん、本気で言ってるの？だとしたら、とんだ節穴ね。あなたたちがどんな夢を持っていても、関係ありません。私は、すべてを無に返すのみです。その言い方、私の他にもここに取り込んだ者がいるのね。伝心さんたちが希望と夢を預けたエースさんたちは、私が全員試合で倒して皆さんの世界ごといただきました。あなたは伝心さんたちが苦し紛れに呼び出した最後のエース、いいえ、そこをついた控えメンバーみたいなものです。ふーん、さっきからの変化は、これまで食らった者の情報を自分の力として行使してたってところ。それに夢や希望、世界をどうこうって言いよう。どんな夢でも圧倒的なパワーで飲み込んでみせます。補欠さんは震えて眠っていてください。どうやらお前は世界のバランスを崩す存在ということに間違いなさそうね。立ちふさがるというなら打ち破るまで。お手合わせ願います。私のすべてを
絶望、電信、どうも面倒なことになってきたようね。立ちふさがるというなら打ち破るまで。さあ見せてくれ、今の君のありさまよ。ファイト。義理はないし、こんなところで無駄死にする気もない。じ、電信どもが最後に選んだだけのことはあるな。クソうぜ。てめえもなんか夢があんだろ。あのコスプレ姉ちゃんどもになんて言ってたぶらかされた。連れてこられたのは事実だけど、今戦ってるのは私自身の意思よ。てめえらが勝手に見た夢だ。誰かが死ぬとか考えたことがあるか？叶わない夢に絶望してよ。誰かの夢の踏み台にされてよ。そんな奴らの絶望を知ってるか？だったら、そんなもん最初からねえ方がいいだろうが！夢も希望も全部ぶっ壊せばいい。その恨みがましい泣き言がお前の力の源泉じゃない、お前そのものなのね。俺はな、そういう人間の絶望から生まれたんだよ。てめえにもその味を教えてやる。立ちふさがるというなら打ち破るまで。気に入らねえ。ファイト。電脳オーナーまだいけない。殺す殺す今だ。殺す殺す殺す！電脳オーナー！
気が合うわね。他人とは思えない。ラウンドワン、ファイト。邪魔だ。邪魔だ。ピーマン、まだね。不正のぞ。ピーチ。はい、砕け。無限の俺たち。邪魔だ。砕けろ。ただ前へ。うわ。そんなことで受けろ。そら受けろ。邪魔。ピーチ。行こう。邪魔。再起する。邪魔だ。はい。あれだね。不正のぞ。まだ。え、はい、砕け。夢を持つことは決して悪いことではありません。お前は受けた傷が消耗が回復していく。バカ、なぜ貴様らが蘇れる。もうこの世界に夢を抱く者など存在していないはずだ。確かに叶わない夢も届かない思いもあるわ。でも一度描いた夢は絶対に無駄にはならない。途絶えてしまった夢も思いもそれを引き継ぐ者が現れる限り決して消えることはない。人は同じ夢を追うことができる。それこそが私たちの世界が生まれた理由なのだから。なるほどね。召喚したのは希望の担い手なんかじゃなかったってわけか。この世界の外側にいる奴らが抱く希望そのものの化身なら、俺はお前を斬る。炎の剣？レアだ。勝ったらドロップしたりしないかな。ゲームと一緒にしないで。ラウンドワン、ファイト。遊んでるのか。砕けろ。キャー、砕け邪魔。キャー、キャー、自然の大出し。何払い、何払い。シッ、やっ、叩き潰す。
それで全力。これは無理ですよ。ラウンド2ファイト。フレームフェーズは遠発灼眼の打ち手は倒せない。この力はこれまでよ、絶に貴様は海外にすげん。電信に召喚され、他人に夢を押し付けられ、なぜ戦い続ける。さっきも言ったでしょ、今戦ってるのは私自身の意志。希望を託されたとして戦うのは私。それに夢、行く先にあるものを目指す思いは、お前の思うような綺麗事ばかりじゃない。ぶつかってくじけるのはよくあること。お前の泣き言だって珍しくはない。それでもなお誰もが夢見て進む。叶わなければ夢に意味などない。意味のないものに踊らされるな。すべて目に返した方がマシだ。意味のあるなしを決めるのは他人のお前じゃない、夢見る者自身よ。これ以上の議論はなかった。勝負だ。決着をつけてやる。受けて立つ。私が抱く夢と託された希望をかけて、私は天上の豪華アラストールのフレームヘイズ、遠発灼眼の打ち手シャナ。我が名はゼウス。全ての夢を断ち、あらゆる希望を無に返す。そのために生まれた存在。絶無に取り込まれ。ボングと侮った非礼を詫びよう。そして認めようではないか。貴様が私の不具大天の敵だと。電信から奪った全ての力で、貴様という希望を、夢を、すべて食らい尽くしてくれよ。この気配は。よし来い。ラウンド1ファイト。リトゥーリア。はい、うわうわ、やるな。ラハオーコーカザン。今だ。砕けじゃな。やるな。グレンの王立ち。そこ。もう。やれ。やっしくらえ。何腹逃がさない。はい、叩きつぶす。そこ。しくらえ。何腹逃がさない。叩きつぶす。これが本番だ。ユーフォー。今天壇。しくらえ。何腹。強い。やめる気になった。豚が食べる。こま。ラウンド2ファイト。うわっ、やるな。はい、無限の王立ち。こんなことで悔しさな。無限の王立ち。なかなかやる。ここから今次だ。ユーフォー。こんなことで死ぬ。私の全てを。さっきまでの威勢はどうした。さすがパラワ。
キム。これがみんなが託してくれた希望の力よ。これが夢が生み出した力だというのか。そんなものにこの私が。そう、行く先を目指したお前が私とぶつかってくじけた。どこでも当たり前に起きてることよ。そうなったことの意味や理由は自分で考えて決めればいい。他でもないお前の夢なんだから。この私の振りまく絶望すら貴様は夢だと言い切るのか。捕まっていたみんなが、これで世界は元に戻りますね。貴様らはせいぜい輝いてみよう。そこに生まれるより深き影から私はまだ手を伸ばす。いいわよ、お前がそう決めたのならまたぶつかってくればいい。あの、何？私たちどうなっていたの？鉄野に負けてから今までずっと。私よりそっちに聞いた方がいい。夢を見ていたんじゃないでしょうか。夢？そうね、よくある夢の一つだった。名残惜しいですが、そろそろそれぞれの世界をお送りします。本当にありがとうございました。皆さんの物語が今まで以上に夢であふれますように。私も私のあるべき場所で。